また来い。あ、同じ王と警護隊だ。今イリスについてるダスティンもな、二人とも親父の優秀な部下だぜ。王都にいたやつに会うってのはなんか心強えな。超機嫌だな。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃあ行ってくるわ。ああ頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。Hey!
調子はどうだ。ワークすぎてもやめてもらうよ。将軍がいると軽く感じるな。軽く考えるな。この力がいつ使えなくなるかわからない。上だ。わかった。大丈夫なのか。過剰な心配は作戦の幅を狭める。まあそうかもな。倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。
ノクト。将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルカ。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。いい流れだった。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ、
やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ、なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。あ、電話？はい。もしもし。イリス？ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとか。レスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。待ってるね。イリスか。たく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。いらっしゃいませ。どうも。また来てくださいね。
てブローズネストにようこそ。何か食べてくかい？いけそうか？任せたぞ。頼んだぞ。ささっと選んでくれ。おう。お、来た来た。また来てくれよ。は。間に合わないぞ。お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そうよ、なんか話してたな。彼女の話聞いてみろよ。かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。このめっちゃくちゃ忙しい時に。おお、君たち誰だっけ？何、私なんかよ。ああ、いや、つまり私の邪魔をしただけと。おお、こりゃ実に問題問題だよ。この喪失した時間を補うには。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない？ほんと助かるよ。いや、手が足りなくてさ。じゃ早速だけど、カエル取ってきて。カエル。は？カエル？あ、今適当にそこらの取ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロッグ、アルストの固有種だから。つまりそこ降りてけば見つかるよ。それじゃ私は仕事に戻るね。レッドフロッグ、鮮度重視でよろしく。押し切られたって感じ？確かに。勉強になりそうでもあったが。あいつと普通に話できたのか？まあ、盛り上がったぜ。
相当弾けてんな。そんなに大変です。チョコボのレースがあるそうです。そりゃ大変だ。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がってるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。仕事終わり。今日はどんな武器が欲しいんだ。ほら、受け取ってくれ。また来いよ。ギサールはちょっと癖があるからな。ほら、苦手だね。今日は何の用だい。飯でも食べていくか。チョコボたちも怖がっとる。そいつか。気をつけてな。ああ、行くか。グラディオ、行くぞ。あいや、それ。
いい流れだった。お互いにな。去れ。素晴らしい。大丈夫。ノクト、無事か。ああ、エグリス任せろ。おら、死ぬな、お前。やせっ、よっ、やっ、やっ、ほっ、いくぜ。はいはい。油断したな、僕は。イグリス、了解。イグリス、敵の気配に集中しろ。スネイゴタ、ヘイヘイ、もやプロント、はい、よっ、ほらヘイチェイソーチェイヤ、よっ、フロントの体力が持ちそうもねえ。おっ、おりゃめ、今だ、任せろ。せい、ほら、うりゃ、てめえ、ノクト、わかってる。頼りにしてるぜ、軍師殿。あ、ノクト、今だ、頼むぞ。やったな。
去れ。イグニスの状態が悪いぞ。あー喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。今日は何の用だい？心配してたとこだ。無事でよかった。箔がついたみたいだな。お兄さん方は変わりないかい？また顔を見せてくれ。今日は何の用？飯でも食べていくか。大樹を頼めるかな。よろしく頼むよ。気引き締めてな。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。タイミングバッチリだぜ。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事、俺、Dの。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ、時間があったらガーディナに来て。ガーディナね。おはよう。ああ、ほっ。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。とか言っとくか。さっさと片付けようぜ。よっ、かっこ悪かったね。はっ、それ手早く済ませよう。うわっ、よっ、毒にやられたか。毒に侵されたか。うまいことやるじゃねえか。
なんだ様子がおかしい。行くぞ。暴れるか。いいな。俺も俺も。てめえ。よし。プロンプト。よーし。やったな。てや。最後だ。終わりだ。ノクト。ノクト。はっ。せん。よ。プロンプト。はいはい。せん。うり。つりゃ。素早いな。行くぞ。
と一緒に右目もやられてんだな。死角をつければ勝機はある。追いかけよう。気をつけた方がいい。ほっ。見たぞ。仕掛けるか。いや、奴は隅かに向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。そっとな。お疲れさん。
でかっ。マジかよ。おじけついてから。まさか。ノクト、応戦しろ。はいよ。いつもと違うな。ボス戦をクリアしたということか。これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん君たちにならいつでも貸し出すよ。お兄さん方強いんだな。
早速乗ってみようよ、ノクト。いらっしゃいませ。またいらしてくださいね。よろしく。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。カーテスの大皿か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？いいかもな。ああ行こう行こう。
気分転換にはなるな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。これは撮っておきたい写真だな。準備はできているか。あ、よし、行くか。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお。え、この街でかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな。
ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。結局いつもバターにしちゃうのよね。あんたほんとそれ好きよね。今日はガルラロティレスタにしよっかな。よお兄ちゃん、一本食っていきな。ああどう、いける？うん、うまだろ。次からひいきにしてくれよな。ご飯何する？ここ揺れた。地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああそうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。
あ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。では、お気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ご飯何する？ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。最初のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。
気持ちいい。うん。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。うん、うん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ、